誰？俺。ヒエ、ダルト。昨日よりいい暮らしを、どうもマサックです。イガグリ坊主になりました。なんかね、衝動的にいつもね、急に来るんですよね。むちゃくちゃ髪を短くしたい。男受けとか異性に受けるとか、もうそんなことはマジでどうでもいいから、とにかくバリバリに短く切りたいっていうね、謎の衝動にいつも駆られて、毎年夏ぐらいになってくると、これぐらい短くなるんですけれど、完全に今回は、あの頃のスポーツ狩りみたいなね、小学生の時のスポーツ狩りぐらいの勢いでね、短くしたんですけども、まあこれからどうやってね、冬場に向けてね、どんどん伸ばしていこうと思っております。妻と近々海外旅行に行こうと思っているんですけれども、その時に衣類をどうやって圧縮しようかなということで、普通の圧縮袋を探していたんですが、今回なんとアマゾンベストセラー第1位、星4つ以上、口コミ1000個以上の衣類圧縮袋を見つけたのでご紹介しようと思います。それがこちらでございます。パッ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 、こちらでございます。ここ見えますかね、 LIXIA リクシアって読めばいいかな。ここではちょっとリクシアと読ませていただきます。そちらの、衣類圧縮袋のトラベルポーチでございます。これの何がいいかというところを隅々までご紹介していこうかなと思います。そして気になる点ももちろんあったので、それをご紹介しようと思います。結論から言うとね、めっちゃいいよ、使い勝手は良さそうだなと思いました。実際にまだ海外旅行とか行ってないから、実用性というところはちょっとね、一旦仮で今なっちゃうんだけれども、衣類詰めてみたりとかしてみてかなりいいなと思ったので、まあそういう評価で今のところおります。じゃあどういう使い方、どういう機能があるかっていうところ、どういうね、衣類圧縮袋の他とね違うのかっていうところもね、ご紹介していこうと思います。はい、ということでまずこちらがですね、 Amazon の掲載ページなんですけれども、まあじゃらん掲載ということで、まあ有名旅行誌掲載したされたことがあるということで、まあそちらはリクシアムの旅行用圧縮袋ということになります。見ての通りこちらですね、口コミが現在の時点で 4.3、まあ、星5つが大半を占めると、で星2つ1つとかはね 3% ぐらいってなっていて、まあ桜とかがない限りはかなりいい評価で、1051件の評価ということで、まあまあまずまず信憑性も高いんじゃないかなと思っております。そしてベストセラー第1位ということで、まあかなり売れているわけですね。過去1ヶ月で1000点以上購入されたということも書いております。そしてサイズと値段なんですけど、まず値段がですね、まあ S サイズが2299円、 M サイズが、こちら2499円で、 L サイズが2799円になってますが、まあ今現在動画回してる現在だとタイムセールで 10% それぞれ割引になっていますということですね。サイズはまあ SML と3つあって、カラーについては、こちらグレーがあり、ネイビーがあって、ブラックがあって、ベージュになっていると。で、自分は今回こちらですね、これはブラックの L サイズを購入しました。でサイズなんですけれども、まあ、まず S サイズからいきますと、 S が長さ30、幅20、高さ3センチ、 M サイズが長さ36の幅20、高さ3センチ、そして L サイズが40センチの幅30センチの高さ3センチになっておりますと。で S と L を比較すると、まあ、長さがだいたい10センチぐらい変わってきますよということですね。まあ、ちょっとした旅行とかであればもちろん S サイズ一番小さいのがいいかなと思うんですけれども、例えばオールシーズンとか使う冬物とかも入れるとかを想定するならば、このね L サイズとか、まあ、もちろんスーツケースに入るかどうかっていうのもあるんだけれども、まあでっかい方がいいんじゃないかなとは個人的には思います。これのね何がね特徴的かっていうところをね、まあ見ていきましょう。まずこのねリクシアって読めば、あ、リクシアだ、おって、よかったよかった。リクシアってなんぞやっていう国内ブランドになってるということで、まあ日本で作られてるってことですね。まあ特徴としてはこの一番わかりやすいのがこれなんですよね。たくさんの衣類をこれ一つに圧縮ということで、普通のね圧縮袋と同じジャンルではあるんですが、このようになんかねこう真ん中にファスナーがあって、これを閉めることによって荷物のスペースを半分ぐらい収めることができると、衣類をすごくね圧縮することができるってことなんです。じゃあそれが何かっていうところ、今ねこれがね何も入れてない状態なんだけれども、まずまあこっち両サイドにまずこうやってここまず入れられる、こっちから半分もファスナーがあって、はい、こうなってると、こっち側とこっち側に、はい、それぞれここに荷物を衣類を入れられる仕組みになってるんですね。で、さらに、ここにね、真ん中にファスナーがもう一個あって、これがね、何ぞやというと、こういった形でビビビビビーとやっていくと、こんな感じで拡張することができるんだよね。こうやって今閉じてたのが、ファスナー開けることによってグッと、はい、拡張することができると。それによって、まあ荷物をですね、まあ衣類をこういっぱい入れて、ることができると。さらにこの真ん中のファスナーを戻すことによってギュギュギュッとこう圧縮していく、まあ、そういうことができるような
トラベルポーチになっている、衣類や敷袋になっているということでございます。さらにね、持ち運びに便利な 2way 仕様になってて、真ん中のね、そのセンターファスナー開けるとカバンみたいな形になってるんで、持ち運びもちょっとね、便利な形になってますっていうようなことが書いておりますね。じゃあ実際に服入れてみようじゃないのということで、この L サイズはどれくらい服が入るかというと、まあ、こちらの画像の通りになっていて、まあ、大体目安が決まってるんですよね。 S サイズだと夏が1泊から2泊分の衣類と小物、冬だと1泊分の衣類入りますよ。 M サイズだと夏は 2,3 泊ぐらい、冬は 1,2 泊ぐらい、 L サイズだと 3,4 泊ぐらい、夏はで冬は 2,3 泊ぐらいの衣類が入りますということで、まあ、夏とかであれば L サイズだと 3,4 泊分これが入るということで、トップス3枚、パンツ3枚、まあパンツでは下のパンツですね、パンツで下着が1枚で靴下3足ぐらいは余裕で入りますよ。なのでまあちょっと実際にね、今服用意してみて、ちょっと夏服なんですけれども、まあこのトップス3枚、パンツ3枚、下着が1枚で靴下3足ちょっと入れてみようかなと思います。はい、ということで実際にどんなもんじゃいということで服を用意してまいりました。まあ実際に積む前がね、まずね、入れる前がこれぐらいありますね。はい、もっこりした感じと、このペラペラって感じ。服が、トップスが1枚、2枚、3枚あります。で、靴下が3足、適当に用意しました。下着はちょっとね、皆さんにお見せしちゃうとちょっと刺激的かなと思ったんで、タイの旅行で履いていた、ブーメランパンツをですね、持ってきましたね。はい。これを海パンでね、履いてね、タイのね、プーケットを歩いてた時にね、中東のマフィアみたいなおっさんにですね、すごく褒められたっていうね、はい、ホットガイって売れましたね、確か。思い出のブーメラン海パンですね。それと、パンツ類ですね、ショートパンツの3着分ですね。白いのと黄色いの、これ3つということで、衣類合計3、靴下3に下着1と想定して、まあ10着ですね。これを持ってきました。まあこれがちょうどまあ L サイズの夏用にしてはちょうど入りますよということで、じゃあ実際やってみましょう。まずね、この両開きの方のじゃあ片方、こっち側に、じゃあこのブーメラン海パン、そして靴下、上着。このまま入れちゃおうか、もうドーンと。で、蓋をすると。もう全然余裕だけどね。めちゃめちゃ余裕じゃない。もっと入れていいよね、これね。もっと入れられると思いますが、とりあえず、靴下3足、下着1着、上着3着。で、反対側の方、こっちですね。こっちにパンツ類じゃ入れちゃいます。これも全然余裕だと思うね。下着なんかとか靴下とかもう少し入れられると思うし。あ、なんかサンダルとかもね、なんか汚れていいようなビニール袋くるくるってまとめてポッポンって入れても良さそうだね。で、ジップを閉めますと。で、入れるとこんな感じ。厚みがあるわな。これセンターファスナー開けてる状態なんで、まあこれぐらい太くなってます。はい。で、センターファスナー開けてる状態だと、ここに手提げがついてるんで、まあ、このように持ち運びしやすいっていうね。はい。そういったメリットがあります。じゃあこれを、このセンターファスナーちょっと締めてって、圧縮していきますね。こうやって、真ん中を締めていく。はいはい。こういう状況ね。あ、だいぶもうこことここで厚み違うもんね。締めていく。で、こっち側も、締めていく。はいはいはい。おお、いいね。で、最後こっちも締めていく。ギュギュギュッと。で、後ろまで一周させるって感じですね。はいはい。はい、これでちょっと余分な空気軽く抜けば、見て、だいぶ薄いよね。さっきと比べると。やっぱ。だいぶ薄いと思わない。まあ、さすがにね、こうね、完全に真空させるああいう衣類圧縮袋と違って、空気はやっぱ入っちゃうから、多少ね、こうやってね、もっこりする感じはなんだけど、中心に向かってね。でもこれ十分だと思うんだよね。個人的には。真空状態にさせる衣類圧縮袋、最初実は考えていて、布団で使っているウィバックっていう布団圧縮袋があるんだけれども、まあそれは別の動画で作ってるぜひそっちを見てほしいんだけど、それも結構おすすめで、ウィバックもちょっとサイズのちっちゃい衣類圧縮袋として使えるような同じ機能のね、あのポンプでこう空気を抜いてっていうものがあったんだけれども、まあ、最初それ買おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、やっぱりポンプで抜くっていうのと空気をね、うん、あと真空にさせすぎちゃうと、ちょっとね、服がやっぱシワシワになってしまう恐れとかもあったりして、それは結構服をシワシワにしながらなんか着るっていうのはあんまり個人的には好きじゃないんで、どちらにせよね、
これもね、空気多少入ってもその結局は圧縮してちょっとこうね折り目とかついてシワシワになってはしまうんだけど、それよりかは真空の方がねもっとなんかシワになっちゃいそうだなと思ってたんでこっちにしたっていう経緯もあります。まあ今よくよく考えれば真空の方がむしろねピーってこうねちゃんとしたシワのない状態でこう綺麗に折り曲げればシワなんないんじゃないかなって今思い始めてたんだけど今言いながらね、でもまあこっちの方がいいかなと思ってこれを買ったわけです。結構やっぱいいと思うんだよね。これ L サイズでトップス3パンツ3の下着1のソックス3なんで、これまだまだ結構入りそうなの実はね。で実際にどれだけ入るかってやってみたらもう2着ぐらいずつとかは結構、ね、ギリギリだと入りましたね。まあただもちろんこのファスナーで圧縮してるだけなんで真空のその圧縮のイメージとかを考えてる人にとってはいや全然小さくなってなくないとかって思うかもしんないんだけれども、とはいえね普通にさっきみたいにこうね衣類だけを入れていくよりかはこれにまとめておいた方が、スペースの確保っていうのはねスーツケースの中でのスペースの確保っていうのは随分と広がるので、これは非常におすすめなんじゃないかなと思います。ちなみに10着分を入れたサイズなんだけれども長さと幅は変わんないから高さですね、実際どれくらいかっていうとまあおおよそだけどね、本体のサイズ自体が3センチだったんだけど9センチ10センチぐらいかな、一番真ん中の山で10センチぐらいになるかな。まあなので普通のまあキャリーケースとかにも十分入れられる高さだとは思うの でこれを2つ重ねてみてもいいだろうし全然問題はなく使えるんじゃないかな、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。でさっき言った通りね2つに両サイドに荷物を衣類を入れられるんで、例えばこっち側に使い終わった着終わったものとかを入れるなり、例えば水着とかもちょっと濡れちゃったやつとかも入れてみたりとかして、で反対側はこれから使うもので使い分けるみたいな方法もしやすいから、まあすごくやっぱ実用性としても高いんじゃないかなとは思います。ちなみにこれスーツケース今持ってきたんだけれども、このね旅トラのスーツケースってやつなんだけど、これ横が40センチぐらいなんでちょうどね L サイズのこのリクシアのやつにスポッと入るんですよね、ほら。はい。で、これ2着2つ分用意してるんで、まあ、こっちにも入れられると。2つ入れられる。多分これを使わずに荷物入れちゃうとだいぶね、面積取られちゃうんですけど、こうやってスポッとね、入れられるし、2つ買ったんで、例えばもう1つは、まあ、濡れたもの専用とか、使い終わったものとかに対して、1個ずつこう移動させていくっていう方法もありだったりするかな。で、最後に気になる点なんだけれども、まあ、気になる点に関しては、そうだね。やっぱりなんかこう、圧縮袋ってイメージだとどうしてもこう真空にするイメージが強いので、それをイメージ想定されてこれを買ってしまうとだいぶ希望してたものとは違うかなっていう風には感じるんじゃないかな。やっぱりさっきも言った通りあくまでこのセンターのファスナーを使ってギュッとこう締め付けるというかね閉じ込めるというような感じになっているので、真空的なものをイメージされてる方だとちょっと間違えて買っちゃったりしたら結構不満が多いんじゃないかなと。値段に関してもまあ別に2500-2800円ぐらい通常価格なんで、まあ、ちょっと他のと比べるとちょっと値段は張るのかなっていうのは少しあるかもしれないけど、まあ全然許容範囲じゃないかなと思いますね。もちろんこれ冬とかでも使えたりするし、通年使えて旅行だけじゃなくなんかこうちょっとした出張の仕事とかビジネスシーンとかでも使えたりするのですごくいいかなと思いますね。で結構頑丈だしナイロンのね糸を使っていて頑丈な作りもなっているので、でチャックも YKK のダブルファスナー使ってるんで、まあ、両方からこう開けられるっていう点でも実用性は高くて不満な点というのはそんなにないんかなと思いますね。はい、ということで今回はですね衣類圧縮袋リクシアのですね Amazon ベストセラー第1位のものをですねご紹介いたしました。まあ実際にまだねあの旅行として使ったことはないんですけれども、こうやって家で試したりとかしてみて、まあ、かなり想像以上に物を入るんじゃないかなと思います。で個人的にはこの買った L サイズっていうのをおすすめしますし、 Amazon とかでのその商品説明画像とかで入っている、衣類の限界上限の枚数よりも結構もっと詰められたりするので、そこら辺はね結構嬉しいポイントじゃないかなと思います。まあその分ちょっとかさばったりとかセンターファスナーがこう入りきらないとかね締まりきらない場合とかもあったりするんだけれども、まあ想像以上にあの結構衣類入れられるので、長期的な旅行とか出張とかされる方にとっては非常におすすめなんじゃないでしょうかということでございます。もし、参考になった面白かったためになったと思ったらですね、いいねですとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。他でもですねレビュー動画たくさん上げていたりとか自分のね Vlog とかも上げていたりとか妻との一緒の旅行記とかをねいろんな上げていますんで、まあぜひですね私を好きになってください、お願いします。他の動画はもうちょっと髪長いです。それではまたお会いしましょう。さよなら。